こんにちは。リモートワーク研究所、池友です。本日は、チャット GPT の Chrome 拡張機能、チャット内容をワンクリックで無料のメモツール、Notion に保存ができる、チャット GPT to Notion をご紹介します。チャット GPT の内容、特に質問とか回答が長くなると、誰かに回答しようと思ったりとか、するのはめんどくさいですよね。また、正直チャット GPT のメモ管理の左側も、数が増えると 見づらいので、重要だなと思ったものをメモっておくのが大変と。まあ、ブックマークに保存したりとか、やりようはあるんですけれども、正直あんまり、たくさんチャット GPT 使っていくのに向けて使いやすいとは言えない。そんな時にこのメモツール Notion に必要なものだけ保管しておけると Notion 上では非常に管理しやすくタグをつけたりとか確認ができるのでそういうことが非常に簡単にできます。で、Notion ってそもそも何なんですかという話の方もいらっしゃると思うんですけれども、これ別の動画で Notion というツールの使い方ゼロから解説しています。まあネットで検索してもらえば Notion の使い方、あの動画以外にも出てくると思いますし、一応この動画でも登録は前提ですけど、登録だけしてあれば分かるように説明していこうかなと思うので、ぜひ便利そうだなと思う方はご覧いただければ幸いです。ちなみに保管した状況、実際こんな感じです。こんな形で Notion というメモツール上でできまして、このメモツールの中で、このように、Notion でチャットの内容が確認することができます。で、表なんかもこんな感じで見やすく保管ができます。これ Notion というのはアプリでも見れるので、アプリでも簡単に確認できたり、後で触れますけど、これ共有をですね、このページごとに行うこともできるので、共有機能を使うと、チャット GPT で話した内容を、それだけを誰かに共有する、みたいなことも簡単にできるようになります。というわけで今日の内容ですけれども、まずは最初にインストールと初期設定をご紹介します。ちょっとめんどくさいので、これぜひご覧ください。で、続いてチャット GPT の Notion を入れた後の使い方をご紹介します。このチャンネル、リモートワーク研究所は、リモート主体に欠かせないツールやノウハウ、最新情報をお届けしています。定番ツールをゼロから学ぶコンテンツ、プラスアルファのテクニック、そして最新サービスのニュースや動向をご紹介しているので、ぜひ興味ある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。では早速ですね、チャット GPT という Notion のインストール、そして初期設定をご紹介します。で、流れとしてはこんな感じになりまして、まず Notion のデータベースを準備します。ちょっと難しげなんですけど、すぐできます。続いて Chrome 拡張機能をインストールします。で、最後に Chrome 拡張と Notion を連携します。この流れでやっていきたいと思います。Notion というツールの会員登録はしておいてください。では行きましょう。さて、まずは Notion でデータベースの準備をします。といっても非常に簡単です。まず左側ですね、ここ、ページを追加としまして、ここで、新しいページを追加します。で、ここではチャット GPT 保管用とかって名前をつけてください。保管用と。で、下にあるこの新規ページを追加と書いてあるんですが、ここでテーブルとします。テーブルと押すとこのような画面が出るので、右下にある新規データベースを押します。これで保管するためのデータベースができました。で、一個だけここでプロパティを追加します。このプラスボタンを押して、この右側にあるここですね、プラスボタンを押して、URL、この部分ですね、URL を追加して、ここに登録をお願いします。これでデータベースの準備が完了です。非常に簡単ですね。Notion を追加したら、左側でページを追加して、データベースに変えて、で、この URL だけを追加する。ここまででステップ1が完了になります。続いて、Chrome 拡張機能をインストールします。ChatGPT to Notion ですね。チャンネルの概要欄にも、この URL を置いておきますので、この ChatGPT to Notion というページで、Chrome に追加としていただいて、拡張機能追加を押してください。で、押しますと、この右上にインストールの通知が出ます。ちょっと見づらいと思うんですけれども、Chrome の右上見てもらって、このパズルのピースのところですね。この部分ですね。これを押してもらって、拡張機能のチャット GPT to Notion。このピン止めを押してください。ピン止めを押すと、常にこの Notion マークですね。ちょっとまた見づらいと思うんですけど、右上のこの Notion っぽいマークが出るようになると思います。さて、ここまでできたら、この Notion のマークのところですね。これを押しまして、押すと、Notion とこの拡張機能の連携をしますよという話が出てくるので、この連携画面になります。ページを選択すると押しまして、ページを選択すると思うと、こんな感じで選択肢が出るんですけれども、先ほど作ったチャット GPT 保管用を選択して、アクセスを許可すると押してください。すると、このような画面が出まして、チャット GPT to Notion という画面が出るので、初期設定、インストールが完了です。お疲れ様でした。さて、ここまででインストールが終わりましたので、続いてインストールした後にどんな風に使っていくのかご紹介したいと思います。
紹介したのは4つでして、まずはチャット全部を保存、次にチャットの一部を保存、で次にタグという機能がありまして、内容をこう分類できるわけなんですけど、タグってどうやって使うのかという説明、で最後にそのチャットで保存した内容をどうやって人に共有するのか、この流れをご紹介していきたいと思います。まずはチャット全部の保存ですね。さて、チャット GPT のページに行きまして、チャット GPT で左側でいろんなこうこれ情報がありますよね。例えばこれ私が最近やったやつなんですけれども、これをまず全部保存したいという場合にはどうするのか。先ほどの右上に作ったこの Chrome 拡張をですね、失礼しました、この右上に作った Chrome 拡張の Notion っぽいボタンをチャット GPT のこの画面でこの Notion の部分のボタンを押します。押すとですね、このように先ほど選んだデータベースが出てきますので、チャット GPT 保管を押します。で最後にこのセーブフルチャットと書いてあるところがあるので押します。すると、これで今、ノーションにデータが送られていまして、セーブができましたというふうになります。さらに、どんなふうに保管されているのか、ノーションのページに行ってみると、こんな感じで、今、一番下にアップビジネスプラというのがあります。ノーションのページで、サイドピークで開くと押すと、今、保管した内容がこのように出てきます。こんな感じですね。このような感じ、ワンクリックで、ノーションのデータベースにこのデータを入れることができると。ちなみにちょっと細かい話なんですけども、Notion、新しくデータベースを作ると、この産業ですね、いらないものが出てくるので消しときましょう。クリック削除、クリック削除。で、データ A が入りました。ちなみにこの URL というのが、先ほどのチャットへの URL になるので、これを押すと、自分のチャット GPT のそのチャットに行くこともできます。便利ですね。もう一回やってみましょうか。適当に、コーチング強いの明確化。これを右上のこのチャット GPT アイコンを押して、セーブフルチャットと。いうふうにやると、Notion のページに行くと、新しいものが追加されている。こんな感じで、どんどん追加していくことができます。はい。さて、ちょっと細かい点の補足なんですけれども、次のページで、また同じく右上のボタンを押して保存していくわけなんですけれども、ここに、Generate Heading and Table of Contents があります。これを消したらどうなるかやってみたいと思います。今、保存しました。で、これページ、さっきのチェックがあるバージョン、ないバージョンを比べてみると、上があるバージョンです。これですね、テーブルオブコンテンツ。中身がどんな感じかというような、こう見出しみたいなものが、実はさっきのチェックがついていると作ってくれるんですね。一方でこちら、チェックつけてないものに関しては、さっきのテーブルオブコンテンツがはしょられていて、こんな感じで出てくると。で、基本的にはあっても困るものではないので、個人的にはこれチェックした上で保存した方が、後から使いやすいんじゃないかなと思っています。まあ、いらない方は消してもらっても大丈夫です、という話になります。続いて、チャットの一部を保存するというのをやっていきたいと思います。チャットの一部ですが、非常に簡単でして、これ、例えば長いチャットで、チャットを全部保管すると、結構な数になりますね。もう相当な何十回と往復をしているデータが、こちらに保管されるわけなんですけれども、こんな感じで。こんなに長い感じではなくて、一部だけ保管したいというときにはですね、このチャット GPT の画面のこの左下にあるこのアイコン、ピン止めのアイコンですね。これを押すと、ここだけなんと保管することができます。セーブ。すると、こちらまた見ていくと、チャット GPT、Notion の方ですね。見ていきますと、保管されています。で、ちょっと分かりにくいんですけれども、これだと一つのチャットに一個のデータベースなんですね。なので、これ開いてみると、さっき追加で一個だけ保存したやつは、この下に、追加で保管される感じになっちゃうという感じですね。ちょっと分かりづらいので別のチャットでいきますと、例えば、ちょっと別のところで、別のチャットでいきますと、例えばこのチャットですね、英語のチャットですけれども、この部分だけ、この部分で保管しようと思うと、これを押してセーブすると、まず新しいデータベースができて、今保存としたところだけ出てきますと。さらに、ここの、例えばチャットで別の部分、こっちも追加で保管したいんだよね。とやると、どうなるかというと、Notion 側では、新しい行ができるんではなくて、さっき作ったやつに追加で保管されると。まあ、こんな感じの仕様になってるんですね。なので、チャット全体を共有したい場合は、まとめてこの右上を押す。チャットの中の一部だけをピックアップしたい場合は、このようにピックアップしていくと、一つのテーブルの中にいくつか入るので、ここで作ったやつだけを共有したりとか見ることができると。まあ、こんな感じの機能になっています。
続いてタグの内容を作るというところで、まあ、たくさん増えてくるとやっぱり分類したいですよねと、このタグの作り方、反映の仕方に関してご紹介します。タグなんですが、まず普通にやるとですね、これ右上ノータグと書いてあってタグが全然ありませんという状況になっています。で、まずですね、タグをノーションで作る必要があります。ノーションに行きまして、このノーションのタグと書いてあるテーブルのですね、ところにタグと書いてあると思うんですけど、ここで追加をする必要があります。タグを押してプロパティを編集と押しまして、この下の方にオプションと書いてあるんですけれども、オプションがタグのことです。タグ、例えば YouTube 用とか仕事用とかですね、あとは例えばプライベートみたいな感じで、ここにオプションを追加することによってタグという情報が追加できます。さて、このタグをですね、さっきのチャット GPT の拡張機能の方で使いたいんですけれども、残念ながらすぐには反映されません。反映するにはですね、この画面出てくるところのセッティングを押しまして、今これチャット GPT 保管用と書いてあるデータベースがあるんですけど、右にある設定アイコン、ここでこのリンクをですね、もう一回やるよというのを押します。で、行くと選択できるようになりますので、ここで例えば仕事用と押して、フルチャットをセーブというふうにやると、どうなるかというと、こちらの方で、ごめんなさい、新しくなっちゃってるからな。こちらでデータベースで保存して、タグを仕事用で設定して、ごめんなさい、タグを、ミスりましたね。保管、タグ、仕事用を設定して、セーブ保存と。いう風にやると、こんな感じでタグを設定した状況で保管することができます。で、このタグがあるとですね、ノーション上で例えばフィルターでタグで仕事用だけみたいな形で、こんな風に絞り込んでいくこともできるので、より便利に使っていけるというものになります。さて、最後に簡単な機能ですが、このノーションに保管したものを誰かに共有するという流れをしていきたいと思います。これはもう拡張というよりはノーションの機能になるんですけれども、例えばこれ非常に長いやつで、これ誰かに参考で教えてあげたいなと思った場合には、ノーションで開くと押して、右上にある共有ですね、共有の言葉があると思うんですけど、共有を押します。で、共有を押すと、ノーション使ってる人にはメアドで共有することもできると。で、そうだよね、ウェブで公開で URL 知ってる人には見せるということもできると。で、このウェブ公開用リンクをコピーして、これを誰かに共有してあげると、これ今リンクを知ってる人が全員見れるようになっているので、このノーションのアカウントがなかったり、この管理されていない人においても、この画面を、この画面でこのページを見ることができると。この共有されたリンクをクリックすると、そのページに行って内容を閲覧することができる、こんな感じになります。このように共有できると非常に便利ですよね。で、共有機能に関してはいくつかそのオプションがありまして、有料であるとネット検索をしたりとか、リンクの有効期限をつけることもできたりすると。また編集を許可する、コメントを許可するというような形のオプションもありまして、これらをチェックしていくと、見た人が中身を変えたりコメントをするみたいなこともできるようになりますので、例えばコメントをするをリンク設定してあげて、ページを開くと、ここに対してですね、こんな感じでコメントというのを入れることができたりする、こんな感じの共有の方法もありますので、使っていただくと便利なんじゃないかなと思います。ということで、ざっとチャット GPT というノーションの使い方をご紹介しました。では最後に、このチャンネルのおすすめコンテンツをご紹介したいと思います。チャット GPT にどんな質問をしたらいいのかという質問をまとめたもの、3つの要素、8つのパターン、47個の例文というのをまとめています。またスプレッドシートと連携してどんな風に使うのか、こんな動画を作っています。拡張機能ではチャット GPT オプティマイザーという見た目であったり、音声読み上げとか、デザインを変えるみたいな拡張機能をご紹介しています。また YouTube の内容をチャット GPT に送って簡単に要約する、こんな拡張機能もご紹介しています。このチャンネルではこんな感じでいろんな最新情報やツール、使い方なんかをどしどしご紹介しているので、ぜひ、興味があればチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。リモートワーク研究所では、リモート時代に活躍して稼ぐためのツールの使い方やノウハウをどんどんご紹介していきます。ぜひチャンネル登録していただいて、私と一緒に学んでいきましょう。